どうも、芸人小屋健太でございます。あわらじということでね、何か徳島に関係のあるテーマを一つ挙げて10分ほどおしゃべりをさせていただく一口ラジオとなっております。よろしくお願いします。で、もう一個の、小屋健ラジオ計画というチャンネルがあるんですけども、そちらでやってるラジオでは、皆さんにいただいたお便りだとか徳島に関係ないことをもうダラダラ1時間ぐらい喋っとるんですけども、こっちはまあお便りとかなしでワンテーマ、何か一つでも役に立てばというね、ほんまにああそうなんやぐらいのことですけども、まあちょっと聞いていただければ他で話せるお話もできるんじゃないかなということで、まあ徳島のテーマでね、これまで何回かやっとるんですけど、意外とやってなかったなというのがありまして、すだちくんね、徳島県内の人やったらもうご存知の方ばかりやと思うんですけど、聞いたことありますかね。県外の方もすだちくんというキャラクターがいてます。徳島県のマスコット、もうほんま、マジで県内に住んでたら見ん日がないぐらいですね。どのスーパーに行ってもなんか商品についてたりするし、看板についてたりするし、キャラクターとしてね、徳島県内での知名度はもうぶっちぎりのナンバーワン。マジで米津玄師とかより知名度高いんじゃない？いやもうほんまそのレベルなんですけど、まあ当たり前に見すぎてですね、すだちくんを。意外と詳しく調べたことってなかったんですよ。だから今回ちょっと調べてみたら意外と思ってたんとちゃうかったというのがありましてね。まあそれを皆さんに知っていただけたら、すだちくんってあれ何と聞かれた時に、まあ話せるかなと思ったので、まあ共有しとこうということでございますけど、まあそもそもすだちくん、これはまあ徳島県のマスコットであると。第1回ゆるキャラ大賞でね、山田五郎賞。山田五郎がもうちょっとゆるキャラみたいなとこあるんですけどね。山田五郎賞審査員特別賞というやつを受賞して、名を挙げていたキャラクターということでね。まあ、ウィキペディアができてるんですよ。これにプロフィールを書いとるんですけどね。まずびっくりしたのが、誕生日が1990年なんですよ。僕と同い年なんですよ。あれ30歳なんです、すだちくんって。ほんまの巣立ちで30年も生えとったらもう、黄色通り越してもう白になってるみたいなことでしょ。細なって。茶色を通り越して真っ白みたいなとこまで行ってるような巣立ちなんですよね。この1990年にどういう経緯で出てきたかと言われたらですね。まあ、なんか徳島のイメージキャラクターを作ろうみたいな公募があったらしいんですよ。ほんで、バーっと送ってこられて、1574件も送られてきた。徳島県の中で、こんなキャラどうですかっていうんで、1574件送られてきて、んで、もう、まず職員のとこに行きますわな、その集まったやつが。で、ちょっとこれ、選定しようかと軽くパーッと洗うわけですよ。ね。ほんだら、100枚ぐらい、これはもう無理やろってパッて弾いて、残りの1474枚とかが、まあ、本審査に、まあ、出されるということで、とりあえず、もう絶対にいらんっていう100枚を出したんですよ。ほんだら、その上の委員会がですね、なんかそんな、別にせんでええでと。選定して、その捨てんでええから、その、一回捨てた100もこっちによこしてくれって言うたんです。で、なんかね、上がね。ほんで、その100の中にあったんが、すだちくん。だからもう、職員からしたら、あ、これ絶対無理ってなってた中の一つらしいんですよ。で、最終的にこうバーッと削っていて、残って、その1574分の1、満場1ですだちくんが選ばれてこれにしようということで、なったらしいんですけども、これなんかに似てんなと思ったら、M1 の敗者復活から上がって優勝したサンドイッチマンとそっくりの話なんですよね。そういうことでしょ。だって一回予選というか、まあ落ちて、ほんで復活で上がってきて、そのままごぼう抜きにして優勝して、っていうね。審査員にしんすけさんみたいな人がおったんでしょうね。なんでこいつら最初から上げとかんねんみたいな。もうドラマティック優勝をしたという貴重な経験をしてるすだちくんなんですけども、昔、テレビに出たらしいんですよ。三浦淳&安西はじめのゆるキャラに負けないっていうね。もう見たいでしょう。見たいというか、つけときたいみたいな番組ですけど、つけながら他の作業したいみたいなね、ことなんですけど、その時はなんか、テレビに出た時は、サングラスをかけてるっていうね、ちょっと今とは違うデザインやったらしいんですよ。今のすだちくんって目が笑ってて、口が逆三角形でね、ほんで、もうニコニコして、なんか、お腹のとこに S って書いてあるんですよ、すだちの。さっぱりの S かもしれんけど、わからんけどね。酸っぱいの S かもしれんけど。
まあ、おるんですよ。こんな感じなんやけど、もう、かなり尖った状態で出とって、まあ、デザインの変更とかがちょこちょこありながら、まあ、今に至ってると、いうことらしいんですけど、なんかね、この間、もう2018年、この間というか3年前ぐらいか、もうちょっと前か、なんか、すだちくんの記念のイベントがあって、徳島新聞にその考案者の、すだちくんをね、考えた人の、もう大人になってるやん。当時その応募した時、小学生やったんやって。それが大人になってて、インタビューが載っとったらしいんですけど、まあ、聖火リレーのランナーをし、食事会に呼んでもらって天皇陛下と直接話をすることができた、すだちくんのおかげで貴重な体験をしたと語っているということで、すごない？小学生の時に、なんか徳島県が応募しとるキャラクターコンテストみたいなのがあるから、それ出そうって言って出したら、すだちがね、名産やからね、すだちに顔描いて送ったら、天皇陛下と話しとるんやね。何が起こるかわからんよな、ということで、そう、すだちくんの作った人も、まあ、かなり貴重な体験をしてるということで、もう大貢献なわけやからね、県にとってはもう欠かせんキャラクターになっとるわけです。ほんまに至るところに、むちゃくちゃある。なんやだ、もうあの、無料案内所、夜の街の、とかまでおるから、城の、すだちくんが。あれは許可得て使っとんかわからんけどね。あったりするんですが、まあ、細かいプロフィール。誕生日がまあ、1990年の1月やということでね。僕と同い年、平成2年組ですね。まあ、出身地徳島県。性別中性ということで。まあ、男性でも女性でもないということですね。性格、明るくて、好奇心旺盛、楽天的で、くよくよしないという。いいですよね。酸っぱいやつが何を言うとんなというね。僕だったらですよ。僕だったらやけど、すだちをモチーフにするんやったら、ちょっと酸っぱいこと言うような設定にすると思うんですよ。なんかその夜にサングラスかけるんやめた方がいいんじゃないみたいな。だからそういうのを、言うてく酸っぱいことを言うキャラクターにしたかったんですけど、まあ、そんなんじゃね。やっぱ剣の。キャラクターは務まらんわけですから。うん、やっぱもう明るくて、くよくよしないっていうかですね。楽天的でくよくよしないということで。で、まあ、仕事。ね。平成27年からは、徳島の地方創生の取り組みを応援する、徳島創生サポーターというね。なんか、劇的優勝してから、まあまあ時間かかってますよね。平成27年で徳島創生サポーター。平成29年からは、徳島ならではの、お接待文化の伝道師。ね、お接待ってあるんですよ。お遍路さんやってたらね、これどうぞとか言ってくれたりとか、お家にあげてあげたりしてね、なんかもてなすみたいな文化があるんですけど、それの、伝道師として活躍しているということでね、やっております。で、チャームポイント、何やと思いますか？皆さん、ちょっとだけ考えてください。すだちくんのチャームポイントね。愛くるしい笑顔。僕はでかい頭やと思うんですけどね。でかい頭といらんマント。絵が浮かんどる人だけやで、これわかんの。です。で、好きなこと、これも書いております。これもちょっと思ってたんとちゃいましたけどね。みんなを元気にすること。愛くるしい笑顔で元気の源、ビタミンを振りまき、自分も元気いっぱいに頑張っているということでね。俺、ビタミンもらったことないんですけどね。写真は撮ってくれるんですけど、すだちくんで。ビタミンを配っているというね。それは知らんかったですね。あと好きなこと、コスプレ。国民文化祭でタキシードを着たり、クリスマスにはサンタの衣装になったり、パイロットの制服を着たりしているということで。まあまあ、ガチャピンみたいなことなんですかね。すだちくんの夢。徳島のイメージアップ。徳島のことを世界中の人々に知ってもらうこと。ということで、なんかね、まあ、要は徳島を盛り上げたいとかね、ほんでみんなを、楽しく明るくしたいとか。で、こう、いろいろ活動をね、広げて、いろんな組織に絡んでいって、こう、徳島県を、こう、強くしたい。なんか僕のライバルやなっていうのにようやく気づいてね。やってることがほぼ一緒なんですよ。うん。まあ、あいつはラジオはせえへんけどね、すだちくんは。だけど、やっぱ僕にはないぐらいの飛び切りの見た目があるから。やっぱ強いのよ。だけど僕はもうべしゃりで、どこまでいけるかというのもね、どんだけ徳島を盛り上げられるかいろんな活動したいと思いますけど、すだちくんはすだちくんでね、やっぱ武器を使いまくってるから、まあ、やっぱいいライバルがおるなという、同級生ちょもね、やっぱでかいですから。で、まあ、すだちくんが結局デビューして爆発的な人気となって、キャラクターグッズがめちゃくちゃ売れて、
すだちくんを描いたね、歓迎の旗とか、そんなんがパクられるっていう事態にまで発展したんですね、そのイベントでね。すだちくん、おーい、ようこそ、お帰り、みたいななんか書いてる旗を、もう欲しすぎる奴がいて、それ盗まれたとか、そんなことにもなったぐらい大人気やということでね。まあ結局その、まあそんな人気を表してるのがね、2002年ですよ。三浦淳主催のゆるキャラショーっていうのに登場したところ、1700人ぐらいが押しかけて、その中で人気3位。1位、2位がなんか鳥取のキャラで3位がすだちくんですよ。で、7位に東京のシール坊やっていうね。ね、シール坊やってと思うんですけど、まあ、そんな感じでずっと愛され続けとるということでね、まあ、すだちくんの細かい情報みたいなのを今回ちょっと話させていただきましたけど、僕もね、なんとなくずっとおるやつみたいな感じで見とったんでね、詳しく調べてみたら、こんなにも栄光の道を辿ってたんやなと。その復活がなければ、すだちくんおらんからね、今頃なんか全然ちゃう、パッとせえへんキャラクターで、徳島が賑わってた可能性もあるし、そんなもんはおらんと、もうただただもっと田舎だったかもしれんしね。まあそれって大事やなと思いますんで、なんか県の大物とかがあったらみんな出してみるもええかもしれんね。天皇陛下と飯行けるし、飯はいけんか。おしゃべりできるだけか。だからまあなんかそんなすごいことになるから、ぜひぜひと思いますんで。まあ今回はこんな感じでございます。またね、何か徳島のテーマを挙げて、この10分前後のラジオを撮れたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録などもね、ぜひやっていただけたらということで、今回は以上でございます。ありがとうございました。